はい、それではね、さっきの、なんていうの、冷凍庫の中に余っていた、多分ね、ヒラメだと思うんですね。それをちょっと、クレイジーソルト、これで味付けして、まあ、水気を切って、これで味付けして、で、ね、小麦粉を振ってあります。まあ、これをバターで焼いていきますね。はい、バター、高温にするとすぐね、焦げちゃうので、まず、まあ、バターを溶かしていくんですが、あまりね高い温度でするとすぐ黒い魚になっちゃうんですね。だから、まあ、できるだけちょっと少し多めのバターでね。魚でもね、肉でも大体こう焼くときっていうのは、最初の面で7割焼いて、で裏の面は3割焼くようなイメージでやるとね、上手にいけると思うんですね。まあ、レモンをさっぱり食べるためにちょっと添えますね。でこれまあオレガノですね。オレガノ。まあ、レモンを絞ります。でまあ、マスタードとマヨネーズをちょっと取ってつけますか。食べてみます。うん、白ワインが欲しくなるね。白ワイン食べたい。いや、食べたい、飲みたい。レイズ庫で眠っていたものが生き返りましたよ。